エイジム -78 エイジム -78 スタンダードアームはアメリカ合衆国のゼネラルダイナミクスによって開発されたミサイルである。アーム、アンチ、ラジエーションミサイルは対電波源ミサイル、すなわち対レーダーミサイルを表す。エイジム -78 は1960年代後期に当初アメリカ海軍のために開発され、主に小さな弾頭。 限られた射程等を取った誘導装置で苦しんだエイジム -45 シュライクを補うために開発された。この開発プロジェクトにザム -78A の名称が与えられた。ジェネラルダイナミックスは RIM-66 スタンダード艦対空ミサイルを回収することによって空中発射型アームを開発するよう依頼れた。この、 規製品設計の使用は大幅に開発費を減らし、わずか1年の開発の後、新しい兵器の試験が1967年に開始された。最初の作戦用ミサイルは1968年前半に出荷され、アメリカ空軍とアメリカ海軍で使用された。エイジム -78 はエイジム -45 に比べて高性能ではあるものの非常に高価であり、 しばらくの間は、シュライクも使われ続けた。新しいミサイルは、回 -105 回、G と A-6B、E に搭載された。エイジム -78 は、ストム、スタンダードアームの省略形というあだ名を付けられ、すべてのバージョンを含め、3000発以上のエイジム -78 が製造された。生産は1970年代後期に終了したが、 最後のスタンダードアームが1980年代後期に、A、エイジム -88 ハームと置き換えられるまで、スタンダードアームの運用はほぼ10年間続けられた。スタンダードアームの最初のバージョンであるエイジム -78A-1 モッド0別名、ストムモッド0は、A、エイジム -45A-3A の対イレーダー用。 シーカーヘッドを RIM-66 の先端に取り付け、空中発射しただけに過ぎないものだった。エイジム -78A は、エアロジェット MK-27 モット4、デュアルスラスト固体燃料、ロケットモーターによって推進され、爆風破砕弾頭を備えていた。エイジム -78A の訓練用、不活性弾頭弾、イナート弾は、 ATM-78A として作成された。そのミサイルは型、サイズ及び質量は、A ジム -78A と等しいが、シーカーヘッド、弾頭または推進システムがなく、基本的にただの重荷にすぎなかった。A ジム -78A-2 は、爆撃損害評価、部下能力と追加攻撃のためにサムサイトの照準を、容易にするナスチュ -6、 BO ン目標マーカー照明弾を導入した。エイジム -78B はスタンダードアームで最も重要なバージョンであり、アメリカ空軍のカフォージーワイルドウィーゼルで広く使われていた。1969年にエイジム -78B、別名、ストムモット1と呼ばれる改善されたモデルが生産された。これは、 任務の前にシーカーを選ぶ必要がなく、より多くの広い種類の目標に対してミサイルを使用することを可能にした、ブロードバンドシーカーを特徴とした。簡単な記憶回路も備えられ、たとえレーダーがシャットダウンされたとしてもレーダーの方向を記憶し、一旦ロックオンしてしまえばミサイルが目標に向かうことを可能にした。以前のアームは目標を見失うと正しいコースから外れて、 命中しなかった。その結果、レーダーのオン、オフを切り替えることが、ミサイル部隊の標準的な戦術になった。若干の初期のエイジム -78A-1 は、新しい記憶回路とシーカーで更新され、エイジム -78A-4 に指定された。また、エイジム -78B の訓練弾が AT、ATM-78B として作成された。 エイジム -78C は1970年代初期に生産された。アメリカ空軍のプロジェクトはより信頼性が高く、製造コストがより安いことを C モデル開発の主目的とした。また、スッチ -29B オーリン目標マーカーを備えていた。いくらかの以前のミサイルはエイジム -78C に格上げされた。 前述の ATM-78B と同様に ATM-78C 訓練弾が生産された。A ジム -78D は1973年から1976年の間に生産され新しいロケットモーターを備えていた。これに続く A ジム -78D-2 はアクティブ光学進化、さらにより大きな信頼性と1 0 0ラム。 223ポンドの新しい爆風破砕弾頭を備えていた。これに続いて ATM-78D 訓練弾が生産された。関西用対レーダーミサイル RGM-66D は AGM-78 の弾体を用いて RIM-66 と ARM-97 シークバットソラ対空ミサイルの特徴を持っていた。 パープルパンチは、エイジム -78 のイスラエル向け輸出用、廉価版バージョンである。アメリカ合衆国は1975年にエイジム -78 の導入をイスラエルに対して持ちかけたが、導入には搭載するス -4 戦闘機の電子システムを、ワイルドビーゼル使用対応に回収する必要を伴うなど、非常に、e、イコストがかかることからイスラエルは難色を示し、 最終的にパープルパンチと名付けられたイスラエル空軍向け連価版エイジム -78 の開発が行われることとなった。パープルパンチは外見はエイジム -78 と同様であったが内部のシステムは簡略化されておりイスラエル空軍の回 -4E への搭載及び地上からの発射も可能なものとなっていた。イスラエル軍はパープルパンチを回四 e クルナス に搭載し、運用、また地上発射用の車両として合わせて開発された、K レスも運用した。パープルパンチは1982年6月9日に実施された、ベッカー高原に展開するシリア軍の地、対空ミサイルサイト制圧作戦に実戦投入され、戦果を挙げた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。